はい、ピストルシャイニーです、はい、今日作るのは魚料理で俺がめちゃくちゃ好きな料理。お腹空いてるでしょ。お腹空いてます、うん、めっちゃ空いてます。お腹空いてても今食べられないからさ、減量中ですもんね。作りたいんだよ。でも作りたいだから助かるんだね、こういう時に。ありがとうございます。今日はね、アクアパッツァっていう料理なんですけど、魚料理で鯛のね、頭とかアラとかの使えるやつで、本当にシンプルな味付けで作る料理で、なんか意味はね、あの魔法の水っていう意味らしい。アクアパッツァですか。そう、だからその煮込んだ後の出汁の方に、まあ、そのメインがあるっていうか。あ、そうなんですね。そうそうそう。でも作り方はね、まあこれも洗ったやつなんだけど、この鯛とあとはそのアサリ、塩水で今やってんだけど、砂抜いたやつね、ブラックオリーブ、ケッパー、はい、であとは 色味でこれ、ね、パプリカとプチトマト、あと炊飯器ね。炊飯器は必要ですね。炊飯器はね、結構いるのよ、俺の料理は。であとはニンニクとかで、ね、やっていきます。じゃあ本当にじゃあざっくり作ってちゃうね。じゃあこれもまた簡単なんですか。すげえ簡単だよ。めんどくさいけど嫌なんだよ。ピューってこれ。あずみさん、ビストロシャイニー久しぶりじゃないですか。そうなんですよ。だからね、減量があるとさ、なかなかほら料理もできないからね。そうですね。もう本当に沼だけだから、基本こうなってくると。いつも食べてるものがですか。そうそうそう。で、食べ料理やりたい欲をさ、そのないからね、その発揮できるところが。ね、彼女でも言えばいいんだけどね。彼女に食べさせてあげるとか最高じゃないですか。そうなんだよね。だからそういうのもね、だからそういう対象の相手がいないっていうのはこういうことなのね。わあ、いい匂い、もうすでに。まだニンニクだけだね。早いよ、まだ。失礼だよ、こいつらに。魚さんに失礼だよ。魚失礼だよ、もう。こんな姿になってもらうから、来てくれてるんだからさ。これ塩コショウね。ごめん、目痛い。しみる目、大丈夫。多分大丈夫ですね。大丈夫。愛してるから、これ。買った食材がする。それでも浅井先生も言ってますよね、要は美味しく知ってるのは食材であって。そうだよ、当たり前じゃん。お手伝いをしているだけです。お手伝いっていうか、もうなんならなんだろうな、余計なことしてるかもしれないからね。そんなことはないですよ。だからもう別に何もしなくて美味しいんだもん、本当は。このパナフルな魔法の大丈夫ですか、映して。大丈夫だよ、アマゾンでリンク貼っとくよ、だから。秘密だけどね、本当は。アマゾンリンク貼っとくよ、だから。アマゾンでしか買えない魔法の粉。アマゾンでしか買えないんだよ。痛い。魔法の粉染みます。大丈夫。でもカーテンから、うわ、いい匂いすんな。で、この料理は焼いて煮るっていうの。あ、焼いてから煮るんですか。焼いて煮るっていうの一番美味しい食べ方だから。確かにそうです。やっぱね、俺ね、一番好きな料理って煮込み料理なんだよね、やっぱり。煮込みって、時間というね、味付けがね、あるの。はい。やっぱ時間のものを美味しくするって言うんだけど、ほんとなんかね、時間以外で解決できないのよ。なんか、そういう、なんていうの、小細工とか通用しないから、煮込みは。はいはい。煮なきゃいけないから。確かに煮込みって早くできないですもん、絶対に。それはね、何かに似てると思わない。筋トレですか。筋トレもそうだし、ダイエットもそう。あ、やっぱり時間をかけるっていう、これをね、ごまかすことはやっぱできないんだよね。すぐに筋肉つけて美しい体になれないし、すぐに痩せて美しい体になれないわけです、ね、すぐには痩せないし、すぐには筋肉つけないことに気づいた瞬間、一番早くやっぱ筋肉がつくし、一番早く減量できるんだよ。それはなんか皮肉ですね。時間がかかると分かった瞬間早くなるっていう。そう、もう全部効率よくなるから、時間がかかるもんだと思って組んだ瞬間から、なんかやっぱ今は見てる。服部先生からこれ教えてもらったからね。それは嘘っすよね。そうです。次はね、色を足す。パプリカ。やっぱりその色は栄養素だから、もう色を黄色と今日赤調整したんだけど。色一緒っすね。え？色一緒じゃないですか。東京です。東京。どうですか、カトル。はい。東京です。リンク貼っときます。リンク貼ってください。かわいいね。かわいい。大好きこれ。あれ大好き。大好きですもんね。まあこれ半分に切って、大好きだからね、美味しいだろ。はい、じゃあここまで来たらこんな感じね、色味は。魚を先に入れるんだけど、
こっからはまあ俺の力はもうなし、あの全部あの時間が解決してくれるからこの中に入れてピッてやればもうそれでもう解決してくれる話だからね。炊飯器ですね、ま、炊飯器ですよ、まあ、これあのこの魚自体にっていうよりもこっから出るスープの方にね醍醐味があるから。アクアパッツァは、アクアパッツァは抜いたやつね、おもむろに入れちゃってください。おもむろにパパッと散らしてあげて、で、ブラックオリーブ、これが入るとまた違うんだよな。なんつったらいいのかな、これの出汁が出るんだよね、やっぱオリーブって。オリーブからも出るんですか。こあ、なんつう、旨味、旨味っていうか、コクっていうか独特のやつね。ケッパーちゃん、はい、酸っぱさ、これを探してスーパーはしごしましたからね、したな、はい、ちょっとオリーブオイル垂らして、しょうまいからね、これうまそうですもん、もう匂いがこの状態でもうまいんだけど、きれい、あとは時間が調理してくれるから、時間が、はい、で、俺の炊飯器2号あれこれ炊飯器ちっちゃいんだよね、これでも15だけじゃないんだよね、炊飯器壊れてないじゃないですか、これはあんまりつかないから、すごいピッつって音もちょっと違う、いや、いかにですよ、そこは大丈夫ですよ、動いてちょっといいつって、とんでもなくいい匂いしてるな、してますね、アクアパッツァだよ、アクアパッツァですか、アクアパッツァの仕業だ、うわーすげーすげーすげー、まぶしい、まぶしいっすね、光り輝いてますね、宝石箱や人のやつですね、それ何にも化学調味料入ってないから、すごいですね、本当にこういう形ですよ、結局うわうわうわ、すごいすごいすごい、だしというだしが、はい、見てこの白濁したスープを、本当ですね、これでなんか何作ってもうまそうじゃないですか、だからこれもったいないじゃん、はい、これを使って今からパスタも作ってあげるから、マジっすか、うん、アクアパッツァパスタっすか、そうだよ、とりあえずこれでアクアパッツァは完成と、すごいっすね、今から隣にこれを使ったパスタも作っていくから、はい、じゃあやっていきますよ、はい、これパスタまたあれっすよね、あの例の細長い容器で10分チンですよね、そう10分でチンだけだから、ガスコンロ1個でいいから、あの前回のカルボナーラの時にやったやり方ですね、そうそうそうそ う, そうで、まあこのままだとね、あのやっぱりそのスープ、本当はなんかそのとろみつけるっていうのは、はい、あの邪道なんだけど、イタリアンではズールですか、ズールなんだけどやっぱりより美味しく食べてもらうっていうことでちょっと伝統崩して、はい、ちょっと片栗粉使っちゃう、あ、いいですね、でここにまあ火止めた後にまあゆっくり入れていくと、ちょっとでいいよ、あんまり入れるとほら服部先生に怒られちゃう決まってんすか、入れていいの分量が、そう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 、あーこれもう最高、あーこれやばい、うわ匂いすごいですね、やばいぞこれは、超えたぞ、超えたぞこれ、何超えたんすか、全盛期のカール・ルイス超えてるなじゃあこれ完成ですね、あずみさん、パーティーだパーティー、アクアパッツァとアクアパッツァを使ったパスタですね、アクアパスタですね、アクアパスタ、アクアパスタいいね、アクアパスタいいですね、うん、アクアパスタです、これフリスビーですか、フリスビーそうです、いつものあの皆さんおすすめしたいんですけど、これアマゾンで貼っときますけど、あのプラスチックって何がいいかっつったら割れないんですよ確かにそうですね、うん、はい、あとあのチンできるし、あーそっかそっか、うん、そうですね、そのままだからまあ結構いいよ、おすすめですよ、はい、うん、いやこれ作りたかったんだよ、ありがとうございます、いいですか、ご賞賛ありがとうございます、食べてくださいよ、はい、いただきます、彩りがいいね、まず彩りですね、うん、うまっ、うまいでしょ、白身魚、この大きいところあるから、ここに、はい、この炊飯器でやるからなんですよ、結局これ炊飯器でこんな、うん、うまいっす、うまいでしょ、魚料理、はい、たまには魚もいいっしょ、うん、本当ですね、いや、うまいっすね、ちょっとスープ飲んでみて、はい、スープ、うん、すごい、すべての旨味が入ってます、はい、すべて、こいつらのもうすべての旨味が入ってますね、はい、あと野菜っぽさも入っていいです、入ってます、これがアクアパッツァなんです、いえ、自分アクアパッツァで初めて食べましたよ、はお恥ずかしい話ですが、まあでもなかなかね、俺も食べる機会ない、これどこですか、食べ物、イタリアじゃないの、わかんないけど、大体イタリアでしょ、こういうのは、うん、まあでもなんかスペイン料理にも似てるよね、うん、地中海来た気分ですよ、ああいいね、その表現の仕方、はい、こっちはだからもう出汁の化け物ですよ、ダシモンスターですか、ダシモンスターズ魔獣ですいただきます、
うん、うまい。生きてるっしょ、だしが。生きてます。あ、確かにこれ海鮮パスタって感じしますよ。うまい。魚の骨はね、アタッチメントで使えるから取っといた方がいい。アタッチメント使えるんですか、これ。使える使える。オリジナルチームありますか。あるよ。これですか、うん、どこですか。ちょっと魚をオリジナルパスタの上に乗せてちょっと食べてみよう。ああ、いいですね、いいですね。なかなか食えないぞ、これ。本当ですね。レストラン行かないで食えないですよ。地中海レストラン行かないと。そうだね、はい。うん、うまい、うまい。当たり前だけど相性がするんですね。そうだよ。スクワットとバギーパンツぐらい相性いいよ、うん、はい、それすげえ相性の良さじゃないですか、うん、バギーパンツとサンバイザー、あー、あれもぴったりだな、はい、ポシェットと、ポシェットと、うん、でボロボロのタンクトップな、はい、これはじゃあもうあれですか、いいですか、商品化して。あ、いいですよ。いいですか、はい。沢井社長にお願いしておきます。沢井社長関係あんのこれ。馬の要素がちょっとないっすね。まあ、馬一匹も入ってないけど、はい、どうしますかね。ちょっとだけ入れるか。ちょっと味見で、うん、ちょっと懐かしくなっちゃってね、どうしても食べたいね、これは。思い出の味だからね。そうですよね、うん、うん、こんなような感じだった。うまいですね、本当に、うん、いや、やっぱうまいな。あの、これ自分思ったんですよ。んもちろんアクアパッツァなんて、なんなら初めて聞いたぐらいだし、食べたこともなくて、うん、だけど、これ余裕でできちゃうんですよ、今日もう、あざみさんに教えてもらったっていうか、見てるだけで簡単でしょ。超簡単なんですけど、うん、これモテません。モテるよ。うち、来てみっつってアクアパッツァ食ってみって女の子に言ってアクアパッツァ出してあげたら、これモテ男じゃないですか。ただアクアパッツァは知らない人多いからね。何言ってんだこの人ってなって。そうですけど、だからこの動画見てて、はい、これ作ってやるから来てみって言えばいいんじゃない。それだと良くないんじゃないですか。ダメなの、はい、イメージあんま良くないかもしれないですね。モコミチが作ってるイメージですからね、これ。モコミチはあのオリーブオイル使いすぎなんだよ。本格地中海料理、本格っつってもやっぱり楽だし、はい、時間はかかるけど、はい、まあ、お金かかんないし。でも時間もそんなじゃないですよね。まあね、普通焼き1時間ぐらい、はい、うん、あ、でも本当はこれも6時間ぐらいほっといた方がいいかもしれない。あ、寝かせた方がいいですか、うん、だからお母さんなんかは、うん、ちょっと夕方ぐらいから行こうって仕込んどいて、でお父さん帰ってきた時に開けてワインと一緒に食べたら、まあ子供一人また増えちゃうでしょう、ね、あ、増えちゃいますね、うん、どんどんやってほしいことです。どんどんやってほしいです、うん。だけどまあね、いろいろみんな悩み事とかね、あると思うんですけど、やってみ